さあ決勝戦、これは面白いぞ、おもろいだね、これはおもろい、ラビーはスタシバーサスともしび、いいじゃないですか。さあ、まあ先行、先行、先行が高校から始まりました。決勝戦は8小節の4本でいきたいと思います。今までよりも結構増えるんで、まあ忘れないようにたまにこちら見て、指確認してください。それでは決勝のビート、いや、おー、いく？もう決め打ちで俺はいいと思うけど、じゃあ、あの2人、あの2人とも俺のビートを使ってくれっていうことで、どうしみに選んでもらっていいよね。まずじゃあ平手まりのから、そしてギロチン、2人ともいいですね。さあ、どうしよう、どっちにします、1本目、yeah. さあ、じゃあ決勝のビートは平手まりの、勝者ひろちん、敗者ひろちん、先行がともしび、後攻がランディマサシ、やばいのが始まるぞ、yeah. さあ決勝戦、皆さん騒ぐ準備できてますか、オッケー、今日のチャンピオン決めようぜ、先行がともしび、後攻がランディマサシ、 DJ 平手まりの決勝戦いくぜ、レディーファイト、最後だぜ、盛り上がっていけよ、こいつは今平手まりの DJ の皿に並べられたメインディッシュ、ランディーワーズたちの首が取れるなんて最高やな、よ、獅子向きと返り血でばっかり染めてやるぜ俺の日の丸、ああ日本を背負う意味、お互いのぶつかり合い間違いない MC、 まあそうだな、俺も日の丸染めてく、今まで俺が倒してきたやつら、そいつらの分まで背負うつもりもねえけど、背負うしかねえのが下巻きスタイル、おい先行取った時がお前一番湧いてたけど調子どうだ、今決勝だぜ、俺は下町 GO のビートが一番似合う男、ねえ何を角を背負えると思うね、自分の優勝だけにまずはしがみつけよ、足元を確認しておきな、ニューバランス俺は長男履いてもジャスタドゥーってな、はあ、ナイスなジョークだって笑える、お前のニューエラもマジで活かしてる、だけどホワイトソークどれも活かしてる、頭真っ白でもトップなシットが止まらねえ、俺は地元に根を張ってるから背負うもんがだんだん見えてくるってもんだろ、俺は地元に根を張ってるから背負うものも全てひっくり返す自信があるんだよ、俺はいつだってそう、今日の HFD 日の目も浴びずきたぜ、楽しみな方法俺は吸ってね、スモーキーウィードももう2年はしてね、シラフで戦うんだよ、いや、シラフで戦ってんのか偉いな、俺はいつも感決まったバンドだ、だけど俺は歌うよ、平和記念ぞ、優勝まではスモークダービーゲートってな、俺は煙に操られてるかもしれないけど、その目先お前がその180度をひっくり返しても白黒だ、どっちにしてもブラックなのは変わりねえんだよ、何がスモークナビゲートだよ、ここ下町調子乗ってると危ねえぞ、かくれんぼそれはポリス、ガンジャはうまく負け、俺は今ワンラインスニップしてる、いやしてないぜ、アルコールオンリー、 D-Boy トップ1、ポッパチノリさんのマイクのストーリー、いやいや、さすがだな、地元のな、あげ方フットから愛されてるのがよくわかるぜ、マジでお前が優勝するべきなんだよ、俺は決勝優勝までのお膳立て役だでも言って、それでも構わねえんだ、だけどな、さあだと本戦では待っとけ、大丈夫だぜ、俺らだって魂持ったものがある、次は地元じゃねえところで戦ってやるよ、じゃあ言うぜ、生きてるやつは返せよ、わーいえ、yeah! yeah! 生きてるやつは返せよ、行くぜ、あーいえ、絶対負けんなよ、明日から月曜、明日からまた行けるぞ、まあいつら待ってるぜ、どうだおめえら、羨ましいだろ、え終了、さあジャッジ入りたいと思います、先攻がともしび、後攻がランディマスタシ、一応ね、レスポンスお願いします、先攻ともしび、後攻ランディマスタシ、
ザ・バンド2023日曜戦、優勝はランディ・ワッサージ。